山形駅。山形駅は、山形県山形市、霞町一丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本大宇本線の駅である。当駅に乗り入れている路線は、線路名称上は、大宇本線のみである。当駅は、大宇本線上を走る、ミニ新幹線である、山形新幹線の停車駅であり、一方、大宇本線の在来線としての愛称として、 山形線が定めされている。また、宇前千歳駅を終点とする、仙山線、北山形駅を起点とするアテラザー線の列車も、当駅まで乗り入れている。この両路線は、期間 1435mm の標準機の線路を使用する山形新幹線及び、山形とは異なり、一般的な JR 在来線と同様に、基間1 6 7 m m の強気であるため、 両路線の列車は当駅北山形駅以前、千歳駅間では標準機と並行して設けられた狂気の単線を走行する。山形駅は1901年に関節鉄道が米沢駅からの延伸開通時に終着駅として旧山形城三の丸内に開業駅舎として設置され、1916年には二代目駅舎が完成した。戦後、 山形駅前土地区画整理事業にのっとり、老朽化していた二代目駅舎を取り壊し、民衆駅として改築する計画が策定された。新駅舎は1966年に総工費約5億円余りを当時着工され、翌年地下1階地上2階の山形民衆駅が完成した。また新駅舎の延べ床面積の80%部分には、 店舗として、山形ステーションデパートが開業した。その後、山形新幹線の開業に合わせ、京上駅舎の新築と山形駅ビルの改築そして、東側の既存都市部と西地区の新都新築を結ぶ自由通路の建設が策定され、山形新幹線の開通時に、京上駅舎及び旅行センターであるビルプラザ、山形駅が開業した。 京城駅舎の建設費は21億円で、そのうちの51%を自治省の承認を受け、山形市が JR 東日本に負担、寄付した。また1993年には、総工費約130億円で建設した地下1階地上11階のホテルメトロポリタン山形と地上5階のショッピングセンターであるメトロプザ、現、 エスパール山形の開業をよって新駅ビルは全面をオープンした。駅ビルの建設に沿ってバスタクシー、自家用車乗降場などを備えた東口駅前広場、駐輪場や駐車場のほか店舗、交番、山港バス案内所を設けた地上4階5層の山形駅東口交通センターおよび駅ビルと京上駅舎のほぼ中央部を貫通して、 駅東口と西口新都新地区を結ぶ全天候型の東西自由通路アピカも整備されている。また2002年に駅東口のペデストリアンデッキが完成した。計3面7線を有する地上駅、京上駅舎を有する新幹線ホームは短式、切り欠き機、ホーム1面2線、1.2番線で1番線の新城型が行き止まりであり、 新城発着列車は2番線を使用する。ホームの長さはどちらも山形新幹線7、両分である。ホームの新城よりに新幹線乗り換え改札口がある。なお2002年頃にこの新幹線乗り換え改札口は、在来線改札の南に設置され、そこから在来線改札にわたって、在来線利用客と新幹線利用客を分ける仕切りが存在したが、2004年夏までに、 撤去され、現在の状態に戻った。在来線ホームは2面5線である。3.4番線は、島式ホーム1面2線で、標準機の大本線、山形線が使用する。5から7番線は島式、切りかき機、ホーム1面3線で、狂気の宛て沢線、仙山線が使用しているが、2019年3月の、ダイヤにおいて5番線を発車する、定期列車はない。 6番線は5番線新庄方面の一部を切り替えたものである。3.47番線ホームの長さは在来線10両分ある。しかし、待機設備の関係上、現在の最高編成は6両。各ホームとも発射メロディを使用している。このうち1から4番線は花傘温度のメロディである。また、当駅は東北地方では珍しく、途中切り可能となっている。 駅名連呼の自動放送は、現在行われていない、駅員による放送はある。直営駅、駅長、助役配置で、管理駅として、大宇本線宇前中山駅袖崎駅間、仙山線面白山高原駅立山駅間の各駅を管理している。なお、新幹線乗り換え口については、JR 東日本東北総合サービスに、業務委託されている。 駅舎内部には、緑の窓口、ビュープラザ、自動券売機、指定席券売機、スイカ対応自動改札機、駅レンタカー、駅西口が設置されている。お客様相談室は、仙台支社管内の待機同様、2012年1月31日を、もって廃止された。売店は改札外にニューデイズ、待合室内に、土産店と、駅弁売店、新幹線ホームに、 ニューデイズと運ア売店、土産屋とそや併設がある。また新幹線乗り換え口前で森弁当部が駅弁の販売をしている。各ホームにエレベーターとエスカレーターが設置されている。また新幹線ホームには LED 式の乗車位置案内表示機が1番線、2番線、ともに設置されている。2014年5月、山形デスティネーションキャンペーンに合わせて、 改札と周辺が改装され、観光案内所や物産店が開業した。出店、JR 東日本、駅構内図、森弁などが販売する主な駅弁は、下記の通り、JR 東日本によると、2018年度、平成30年度の1日平均乗車人員は1728人である。山形県内の駅では最も乗車人員が多い。 近年の推移は以下の通りである。山形市の中心市街地は第二次世界大戦において空襲による被災を経なかったことから城下町特有のア路が残存され道路交通上の問題が指摘されていた。加えて山形駅前地区においては木造低層商店、倉庫等が密集し都市災害の危険性だけではなく地区発展の妨げともなっていた。 1961年度には山形市によって山形駅前土地区画整理事業17.6ヘクタールの施行が着手されるが、1968年に制定された都市計画法によって防災建築外区造成事業も早期に完成させることも急されたため、山形駅前土地区画整理事業は土地区画整理事業と防災建築外区造成事業を合併して、 施行することとなった。土地区画整理事業に伴って1967年に駅舎が改築され、同時に駅前広場も従来比の2倍に拡張され整備されたほか、1969年度には駅周辺住民の利便性確保のため新設された、駅前と駅裏を結ぶ福井4.8メートル、延長141メートルの地下道が完成している。 1970年12月に施工地における第一号の建物として大砲ビルが完成したのを皮切りにスーパーやホテルなどを中核テナントとしたビルが続々と建てられた。1976年には土地区画整理事業が完了し駅前大通りなども拡幅されたことから駅周辺は県都の表玄関として近代化され駅前大通りに面した幸い町、霞町、 十日町は商業集積も高まり、七日町と匹敵する商業地へと変貌を遂げた。しかし、市郊外における量販店やロードサイド店の出店構成によって、2000年代に入り売り上げ不振に陥った山形ビブレ撤退や山高ビルの中核を担っていた大英山形店の撤退など、駅周辺の商業環境も時代の波に現れている。 一方、山形駅西地区は、鉄道輸送と連携して、1928年に、山形市の誘致企業である、鉄橋社、現、東総が、工場の創業を始めた。また、国鉄幹社や山形機関区のほか、民家も立地する雑然とした地域であった。しかし、山形新幹線や高速道路の開通によって、山形駅周辺を利用する人も、 飛躍的に増加したことから山形の顔として機能拡大を求められていたことに関山形駅西口地区に新たな都市機能を導入し新都心地区として整備することを目的に1993年度から山形市によって総事業費約340億円を投じ山形駅制度地区が事業約29.9ヘクタールの施行が着手され2002年度に 事業は完了している。再開発によって、霞城、セントラル、官民複合型ビルや山形テルサ、複合施設等ができ、市街地は駅西に拡大した。2019年には多目的ホール、山形駅、西口拠点施設、仮称も開業を予定している。このほか、市高地にはホテルやマンションの立地が進んだ。東口西口バス乗り場は、 山形駅前ターミナル、山形駅東口の北側と山港ビルバスターミナルに置かれている。山港ビルバスターミナルは山形駅東口から東へ徒歩5分ほどのところにあり、ほとんどの便が山形駅前を経由する。また西口の霞城セントラル前にもバス乗り場があり、主に山形市西部方面行きバスが乗り入れている。 平成13年に100周年を迎える県との玄関口の駅として2002年に東北の駅100線に選定された。以前はスイカエリア外だったため、仙山線で仙台方面からスイカで入場して乗り越してくる旅客が多く、駅構内の階段、改札口、自動券売機にスイカエリア外の胸の注意ポスターなどが貼ってった、乗り越してきた場合は友人改札口で、 現金生産。生産証明書をもらい、後で、スイカエリア内の駅で、出場処理が必要となる。2014年4月1日より、山形駅でも、スイカの利用が可能となったが、一部対応駅の、扱いであるため、スイカの発売、払い戻し、スイカ定期券の発売はこれまで通り行わない。国鉄、旧駅舎時代にテレビドラマ、西部警察パート3のロケで、 同じ山形新幹線区間の上の山温泉駅ともども使われたことがある。スタジオジブリ作品の一つである思い出、ポロポロで1982年当時の山形駅の情景が描かれているが一部民営化後の情景が混在している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。